ジョー・コッカー、ジョン・ロバート・コッカーは、イギリス・イングランド・サウス・ヨークシャー州シェフィールド出身の歌手。ローリングストーンの選ぶ、歴史上最も偉大な100人のシンガーにおいて、第97位。公務員の息子として育ち、学校を辞めガスの配管校として働きながら15歳頃から、パブで音楽活動を始める。当初は、バンス・アーノルドという芸名で活動していた。 1964年に劣化レコードからビートルズのカバー曲僕が泣くでデビューするが不発に終わりシェフィールドにてグリースバンドと共にライブ活動を行った R&B に影響を受けた商法やライブパフォーマンスが評判を呼び1968年にクリス・ステントンとの共作マジョリーン・デー・アエムレコードから再デビューして 自身初の全英シングルチャート入りを果たし48位を記録した。同年にビートルズの With a Little Help From My Friends のカバーが全英チャート1位の大ヒット、そしてイングランドのみならず FM 放送局を通じてアメリカ、オランダ、ベネズエラなどの国で脚光を浴びる。1969年には彼の人気を決定づけたウッドストックフェスティバルに出演。 公開された映画でのエアギターパフォーマンスと、With a Little Help, From My Friends でのパワフルな歌唱で世界の聴衆にも強い印象を与えた。またレオン・ラッセル製作のシングル、Delta ィ a d y も全英10位を記録する。1970年に再びビートルズの c ー・ m In Through the Bathroom Window のカバーやトラフィックの Feeling All Right でアメリカのチャートにも食い込み、 同年のアメリカツアーは、レオン・ラッセルが仕掛け人となり、メディスン・ショーの一座のような王女隊のバックバンドが話題となった。マット・ドッグス・イングリッシュ・メンツアーは、商業的には成功に至らなかったが、この模様を収めた、フィルモア・イーストでのライブアルバム、マット・ドッグス・イングリッシュ・メンはヒットした。収録されているリタ・クーリッチが歌う、スーパースターは、後に、 ベッドミドラーやカーペンターズに歌い継がれている。だが、ツアーの負債は、上ッカー個人が追うことになってしまう。レオン・ラッセルは去り、相棒のプリス・ステントンも去りツアーに疲れた、コッカーには、金銭的にも恵まれず、1972年の、マッドドッグスイングリッシュマンツアーの滞在先のオーストラリアで、大麻所持の容疑で、逮捕されてしまう。 オーストラリアの連邦警察当局は48時間以内にオーストラリアから出国する様に命じられた。これに対して多くのファンが抗議活動を行い、これが発展してオーストラリアの大麻の合法化の討論にまで発展した。1974年にようやく You are so beautiful でフルアルバムを制作。1975年にはアルバムからのシングルで ビリー・プレストンのカバー、You are so beautiful が、ビルボードのヒットチャートで5位になり、シンガーとしてのキャリアを高めていく。アルバム、ジャマイカ優・ウィル、そして翌1976年にはジャマイカでの、録音で、スタッフとピーター・トッシュ、エリック・クラプトンらとのアルバムをリリースしている一方、長年の薬物中毒とアルコール依存の脱却を、はっかり1981年には、 ゲストボーカルで参加したザクルセイダーズのスタンディングトールがグラミー賞候補になり1982年にはジェニファー・ウォーンズとデュエットした映画愛と青春の旅立ちの主題歌愛と青春の旅立ちが全米1位のヒットを記録したこれ以降大衆的な歌手としてアルバムをコンスタントにリリースできるキャリアを確立したなお 1994年のウッドストック25周年記念コンサートに参加して、With a Little Help, From My Friends を披露している。2007年12月、エリザベス女王より功績を称えられて、OBE を受賞した。2014年12月22日、コロラド州クロフォードで肺がんのため死去。70歳没。ありがとうございます。